はい、どうも、激辛マニア、ユッキーです。今日は、こちら、18禁シリーズの、カレーラーメンを、食べていきたいと思います。こちらが値段が Amazon で約1000円。ウグイスハさんという、リスナーさんに、スーパーチャットで、1000円いただきまして、18禁カレー食べてください、ということで、購入いたしました。はい。ありがとうございます。ウグイスハさん、ありがとうね。それでは今からね、作っていきたいと思います。作る。よいしょ。よし。いいね。ね、作る過程からね、しっかり。よいしょ。ちょっと怖いですけどね。まあ、相当辛いということで。18禁カレーは未だに、食べたことないんですよ。で、まあ、下手したら胃けいれんを起こすという状態に、まあ、なり得ますからね。一応こちらの概要。間食とは、ここにちゃんと書いてありますね。おぉ。間食とは、スープもすべて飲み干すことって、ここに書いてあります。まさにその通り。うん。だから、北極ラーメンも、食ったって言って自慢してる人いますけど、大半の人が、すべて飲んでないですからね。俺ちゃんと全部飲みましたよ。北極ラーメン。店のやつ。カップラーメンの方は、北極ラーメンって書いてあるけど、あれは、北極ラーメンじゃないですね。作り方が、700cc の水を沸騰させて、麺を入れてほぐしながら5分煮てください。書いてあります。北極ラーメンはね、カップラーメンのやつは、より、店のやつの方が、そうですね、何倍辛いかな ?5 倍ぐらい辛いんじゃないかな、まあ、?2 倍から5倍ぐらい辛いと思います。2倍どころじゃないね。3、4、5倍ぐらい辛いか。カップラーメンは、基本的に、辛さマイルドになってますからね。水いただきます。水。牛乳は飲まないで。今もう寝起きなんですけど。あとこちらに書いてあるやつを、読みます。18禁、辛すぎますので、18歳未満の方は食べないでください。高血圧、胃腸の弱い方、体調不良、空腹時。ね。何も食ってないです。高齢者の方は絶対食べないでください。これ、高齢者の方は食ったら死にますよ、下手したら。辛さに弱い方はもちろん、強い方も注意してお召し上がりください。体質に合わない場合は、直ちに食べるのをおやめください。万一目に入った場合は、大量の水で洗い流し、直ちに医師の手当てを受けてください。このラーメンは、辛いもの好きの方のために開発した商品です。で、容量が 103g。で、麺が 80g。なってますね。はい。うん。で、今までの中で、俺が、完食できなかったラーメンは、
以前、動画アップしたんですけど、あれは、地獄の担々麺ごま流のの無限ですね。あれは、麺だけは食べられたんですけど、あの、スープだけはどうしても食えなくて、飲めなくて、あれはギブです。ギブしましたね。うん。だから今のところ、あの、食えなかったやつは、あれぐらいですね。うん。本当に地獄の担々麺ごま流はね、その無限はね、あのね、単純にもうほぼ拷問です、あれ。うん。拷問ですね。普通に、あの、うまいとかじゃなくて、あの、まずいんですよ。単純に。うん。だから北極ラーメンの方が、あの、数倍うまいんですよ。やはり。で、一番まずかったのが、あの、乾燥唐辛子、あの、5本ぐらい入ってる、5本か10本ぐらい入ってるんですけど、乾燥唐辛子。あれが、上にバババってかけられてるんですけど、あれ恐ろしくまずくて、あれは ひどかったですね。まあ、とりあえず辛いもん食う前には、水飲んどかないと。うん。で、本当は牛乳飲んだ方が絶対いいんですよ。でも今までで俺、激辛マニアのシリーズで、牛乳飲んだ、事前に牛乳飲んどいたっていうのはなくて、まあ、事前に水は飲んでいたかもしれないですけど、その途中で牛乳も多分飲んでないと思います。まあ、飲んだやつもあるかもしれないけどね。あれも完全にギブの状態で、飲みました。だから、食ってる最中に辛いからっつって、ね、水とか氷とかを食べると、当たり前ですけど、クソ、余計辛くなりますんで。一口目で食って、クソ辛いっつって、うわぁ、水、氷。二口目食べると、一口目の2倍ぐらいの辛さになりますんで。激辛マニアの人は、誰でも知ってると思います。北極ラーメンの、すすっちゃダメと同じですね。まあ、俺は、すすっちゃって、咳込んだんですけど。まさにあれと同じ。あ、ちょっとこの間をこうトークでちょっと、やらなきゃいけないんで。あとそうですね、激辛プラス、身の危険を感じたっていうか死ぬかと思ったやつは、以前食べました、激辛ピリカレーというお菓子です。あれも完全に、ここに書いてある通り、スープをすべて飲み干すこと。これを絶対条件で、あれはお菓子なんですけど、袋に残った、粉状の、粒、あれがほぼほぼ塩なんですよ。で、あれをすべて食い終わった時に、死ぬかと思いましたね。あれ絶対やばいっす。やめた方がいいっす、あれは。本当に。だからあれは唯一、辛かったもので、死の危険を感じたもの。うん。で、あとお酒だと、カクテルとか、いろいろ酒飲んで きましたけど、カクテルとかで、飲んで死にかけたやつは、レッドブルウォッカです。あれは皆さんやめた方がいいです。レッドブルウォッカは、アルコールと、アルコールとカフェインの多量の、もの。これはマジでやめた方がいいです。死の危険を感じます、あれは。レッドブルウォッカ。ということで、お湯が沸騰したんで、入れます。麺の色は普通ですね。
こんな感じ。で、これ、粉ですね。18金。ね。で、まぁ、5分ぐらい。いや、でも、袋ラーメン食うのも久々だな。袋ラーメンは、俺が一番好きなのは、袋ラーメンだと、塩味が一番好きですね。基本的に、塩味は外れないんですよ。で、大体外れなのが味噌味ですね。あれ結構、外れが多いです。塩味はね、ほぼほぼどこのメーカーでもね、外れないです。プライベートブランドとかの、スーパーのプライベートブランドとかのやつでも、安いやつでも、全然うまいですよ。味噌は、もう完璧に、まずい。プライベートブランドとかのやつはもう薄すぎて、味噌かこれっていうレベルですね。で、まあ、あとは、まあ、そうですね、醤油、もうまあ、でも醤油そんな買わないですよね。やっぱ、塩が一番美味しいなって僕は思うんです。これ、この時間退屈だったら、スキップとか、今、ね、2倍速とかでできるんで、うん。YouTube とかニコニコ動画でもね。それやってください。もう最終的にもう完全にスキップして、最後の1分ぐらいだけで、動画の最後の1分だけぐらいで、見たらいいかもしれないですね。どうなるか。で、あと、豚骨味は、あれも結構、外れはあんまないと思います。豚骨は。だいたいどこの、プライベートブランドとかの安いやつでも全然美味しいかな。醤油も多分美味しいと思うけど、醤油が一番俺買わないですね。ラーメンで。醤油味っていうのが、もうほぼ買わないです。ポテトチップスの、薄塩味と一緒で、俺薄塩味絶対買わないんですよ。つまんないから。だから絶対海苔塩か、コンソメパンチ、コンソメ味のどっちかですね。唯一薄塩買うのは厚切りの、なんだっけな、あれ、忘れた。すげえ美味しいやつ。あ、片揚げポテト。片揚げポテトはあれ、薄塩味が一番うまいと思いますね。ただ、カルビーとか、小池屋の薄塩味は別に、買う価値はないかな。思います。でも多分一番売れてるの薄塩なんですよね、おそらく。日本で多分一番売れてるの薄塩なんじゃないか。まあ、やっぱね、カルビーか、小池屋かって言ったら、絶対小池屋なんですよ。で、俺、海苔塩しかほぼ食べないんで、海苔塩の、カルビーのやつより、明らかにしょっぱいんで、で、だいたいビールのつまみとか酒のつまみにするんです。で、やっぱつまみってしょっぱいものの方がいいんで、だから絶対カルビーは買わないんですよ。すべてにおいて買わないんです。基本的にもう全部、小池屋の方がしょっぱいんで。今何分？これいいの？やりすぎると、やわかくなるんで。これでいいでしょ。
じゃあ、ちょっとこれ移動させて。ね。あ、絶対ラーメンの方が絶対辛いんですよ。あの、ペヤングの、いわゆる焼きそば系よりも、絶対辛いんですよ。なんでかって熱いから。熱いイコール辛いですからね。熱さイコール辛さですから、ほぼ。はい。こんな感じになってます。見た感じ、味噌ラーメンっぽいです。なんとなく。水はもう全部飲みます。よし。水だいたい 600cc ぐらい飲みました。500cc ぐらい。いただきます。あのね、カレーこれ。感じ。ね、口の中が、全体が、痛い、感じ。で、これも、すすると、ダメなタイプ。まあまあまあ。とりあえず麺はいいんですよ。問題は。問題は、汁なんで。辛い。辛い、これは。もう、桁が違う。
カップラーメンのね、北極のね、よりね、まあね、まあでも、店舗の北極ぐらいじゃない？辛さとしては。店舗の北極ラーメン。もう唇がね、あのね、唇に触れた瞬間にこれが、唇がね、あのね、謎の熱さを感じるんですよ。謎の。さすが、18禁シリーズで。でもね、二つあんのか。袋ラーメンと、カップラーメンのやつが、18禁カレーで、あるんですよ。公式サイトには、ブッドジョロキア、超激辛の、ブッドジョロキアをふんだんに使用って書いてあります。ちなみに、ハバネロが58万です。スコビルチが。で、ブッドジョロキラが、100万。食べるとね、鼻水出るんですよ。
カレーこれは、スープ完食できないかもしんないな、これ。途中で、腹を下す可能性があるんで、そしたら、リアルで、トイレに行かせていただきます。その際も、カメラはノンストップで録画します。喋るのもきつい。頭がね。パニック。
鼻水。うん。なんかね、手が麻痺してきた。手がしびれてきた。とりあえず、目は、まあ、あらかた。食べ終わりました。お腹がもう痛い。そして足と手が痺れる。
なんだこれ。めっちゃ、手がめっちゃ痺れてる。マジで。足も痺れてる。ここら辺。薬指と、違う。小指と薬指と中指と人差し指。全部、ビリ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 って、麻痺してます。本当に。これは、俗に言う、胃痙攣かもしれません。胃痙攣の前兆かもしれないですね。みんな、ごめん。ごめんなさい。今回完食できませんでした。牛乳、行かせていただきます。ギブ。ギブ、参った。ギブギブ。ギブです。これより行くと、多分胃痙攣起こすんで、たかだか1000円ごときで、胃痙攣起こして、ね、救急隊員の、ね、500回に、無駄に、なる、必要はない。いや、すごい。手のひら、もうすでに全体ですね。最初は親指から始まって、人差し指、中指、薬指。ここら辺がもう完璧にビビビビビビって、麻痺してるんですよ。で、今はだいぶ麻痺が、ビリビリがちょっと溶けた、両手なんですけど、ビリビリ溶けたんですけど、まだちょっとビリビリってなってますね。で、足も、足の、ここから、足首からこっち、ビリビリビリってなったんです。今は収まってました。収まりました。これは、今まで俺は味わったことない、このビリビリ感、麻痺。
疲れた。胃が痛い。当たり前だけど。もう、最初からなんだけど、胃が痛い。だから、あの、袋に書いてあったじゃないですか。空腹時って。空腹時食べないでくださいって書いてあったでしょ。あれは、なんでだと思いますか？ね。なんでだと思います？そうです。皆さんご存知の通り。食べ物が入ったことによって、胃液が分泌されるよりも前に、なのかな。まあ、胃の粘膜を保護する。まあ、胃酸側の酸性ですから。ね。その酸性のバリアを胃の中に貼らなきゃいけないんですよ。だから、事前に牛乳、これ牛乳っていうのは水じゃダメなんですよ。牛乳なんですよ。なんでかっていうと、牛乳は、タンパク質、で、脂肪分、そして炭水化物、で、入ってるんですよ。たくさん。ね。カロリーもある。炭水化物もある。脂質もあり、タンパク質もある。カルシウムもある。だから、胃が、飲み物なんだけど、水じゃないんだけど、水じゃな、ダメなんです。だから。カロリーもゼロ。ね、炭水化物もゼロ。ね、脂質もゼロ。だからです。だから、こういう辛いやつを食べる前に、必ず、牛乳もしくは何かを食べる。ね。そうしないと、遅いんですよ。食ってからじゃ。食った後ですからね、出るのが。ね。カプサイシンは、致死量があるんですよ。皆さん、致死量。コーヒーだって致死量はあるし、まあ言うてしまったら水だって致死量はあるんです。だけれども、カプサイシンも致死量があって、なおかつ、辛味っていうのは、あの痛みなんです。刺激物なんです。だから、辛いのを、毎日のように食べてると、あの、舌が慣れてくるって言うじゃないですか。あれは、単純に、舌の味蕾が、味覚を感じる部分が、死滅してるんです。細胞が、味蕾の細胞が。
ああ。ああ、治った。ようやく胃の痛み治りましたね。さすが牛乳。うん。前のね、インドカレー屋さんに行ったことあるんですよ。新潟にいた時に。インドカレー屋さん。ラッシー。ね。ラッシー。超辛い、カレー頼んで、で、あまりにもこう、ギブ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 ってなった時に、ラッシー。ね。お助けアイテム、ラッシー。あれも、乳製品の。ね、飲料です。うん。だから、あれはもう。だから、やっぱ牛乳はすげえなって。だから今はもう牛乳、まだ、まあ、500cc ぐらい飲みましたけど。ああ、柔らかい。もう痛みほとんどないですね、胃が。胃の痛み。やっぱすげえなー、牛乳なー。ふぅ。いやー、これ北極ラーメンよか、絶対辛いっすね。北極ラーメンのスープ全部飲みましたけど、店のね、中本のね、こんなこと起こらなかったですよ。麻痺。しかも牛乳飲まなかったですよ。水も飲まなかったですよ。それでも完食できたんです。スープまで完食できたんですよ。で、麺だけ食べてギブで、牛乳飲んだでしょ。だから、これ、スープの方が、10倍ぐらい辛いはずなんですよ。絶対。ふぅ。疲れた。じゃあちょっとスープ飲みましょうか。スープ飲みます。うわ、カレー。あ、でも、あ、だいぶ、ぬるくなったおかげで、だいぶマシになってます、これ。だいぶマシになってる。うん。さっき完食無理でしたって言いましたね。あれは、訂正します。あ、オッケーオッケー。いけるいける。うん。ぬるくなった。
これぬるくなかったら絶対無理っすよ。いいっすか？ぬるくなかったら絶対無理っすよ、これ。飲めないっす。いけるいける。うん。これ多分牛乳のおかげですね。ぬるくなったのと牛乳のおかげです。しまった、牛乳がない。なくなった。喉がね、むっちゃ痛いですね。ああ。ちょっと休憩。休憩させて。
喉。喉が、激痛です。激痛です。でもね、そうだな、まあこれはあれかもしんないけど、地獄の担々麺ごま流の無限もあれ食べられなかった、麺だけしか食べられなかったのは多分牛乳がなかったからだと思います。ただし、牛乳は 500ml じゃ足りないです。1リッターいる。だから、そうだね。多分、ラーメン屋さんに、その牛乳を持ってっちゃダメみたいな、まあ、ねえ、のは、まあ、あるのかな？うん。まあ、それはもう事前に店舗にね、言って、ちょっとあまりに辛いんで牛乳、ないじゃないですか、つって、メニューに。だから持参して飲んでもいいですかって。ね。言って、で、1リッターで OK だったら1リッター持ってって。で、OK じゃなかったらもう1リッターも最初に飲んどいて。まあ、500ml ぐらいでもいいや。もう飲んどくって。いう感じ。がいいと、思います。いやー、しくったな。牛乳1リッターなかった。500しかなかった。俺牛乳大好きなんで毎日1リッター飲むんですよ。牛乳大好きなんで毎日俺1リッター飲むんですけど、ストックで、普段、冷蔵庫には2リッター入ってるんですけど、いやー、不慮の事態が起こったね。いやー、もう録画時間1時間超えてますけど、ね、俺のモットーである、ノーカット、ノー編集、ノーカット、ノー編集。ノン BGM。まあ、もっとって言ってますけど、ぶっちゃけ、いくつかつけてるんですけどね。うん、
ただこれに関しては、脳編集の方が絶対、わかると思いますよ。辛さが。カットしたら、まあ、俺の考えですよ。カットしたら、その間になんか休憩取ったんじゃないかとか、1時間空いたんじゃないかとか、牛乳飲んじゃうんじゃないかとか、ね。ね。はたまたちょっと捨てたんじゃないかとか。って、考えるんで、俺は。だから、激辛マニアと名打ってる以上、そちら辺はすべて、ノーカット、ノー編集、ノー BGM。で、やってます。はい。だからですね。ふぅ。まあ嫌な方はここまで見てないと思いますね。はい。ふぅ。ちょっともうちょっと休憩させてくんね。マジで。まだ胃が痛いんだ。喉の痛みは収まりました。で、冷めたからか、辛さだけじゃなくて、うまさ。まあ、最初の一口でも感じてたんですけどね。だんだんちょっと、ま、辛さが、あれになってきてから、だんだん感じなくなりましたけど、地獄の担々麺ごま流も、の無限も、それ、その通りね、同じで、辛いだけで全然うまくないっていう。お腹痛え。お腹痛え。でもこれは、もう一口目で、美味しさが、は、入ってるのが分かりました。うまさが。辛さの中に、99% の辛さの中に 1% だけうまさがありました。今冷えてるんで、50%ぐらいですね。うまさと辛さ。50ぐらいです。じゃあ再開しましょう。すいません。
完食です。ごちそうさまでした。こっからっすよ。こっから。あー、生き返った。こっからっす。飲んでもいいのは。全部食い終わってから飲む。うわ、カレー、これでもカレー。うわ。200、ごちそうありました。皆さん、先ほどの、動画というかの最後のあたりで麦茶をね、激辛なやつを食った後に麦茶を飲んだりしたんですよ。その後、動画の終わった後、そのすぐに、もう激痛が走り、お腹が、で、1リッターぐらい、ブワーッと、はい。先ほどの、鍋。あれがほぼほぼ満タンぐらいまで、ボワーっと出しました。はい。で、あれはやめた方がいいです。これもちょっと知らなかったです。今まで、辛いやつを食い終わった後に、まあ、麦茶とか、ね、まあ、氷だとか、っていうのを、まあ、飲んで、まあ、大量に飲んで、バーって飲んでたんですよ。だけど、あれは、やはり牛乳じゃないとダメみたいですね。うん。吐砂物の、中には、麺類はなかったんですけど、やはり最後に飲んでたスープと、牛乳と、あと麦茶です。やはり、あれ、飲まなきゃよかったんですよ。絶対。麦茶、ぐわーって1リッター、1リッターぐらい飲んだでしょ？あれね、やめたらよかったんだな。ああ。いや、初めて。ええ。だからできる、だったらやっぱ、氷とか、で、俺氷なかったんすよ。ちょうど。
ちょうど今日中ないんすよ。で、牛乳ももうなくなってたんで、うん。ということです。皆さんは、麦茶大量に飲むことはしないでください。牛乳だったら OK です。氷も OK です。水とか、冷たい水とか、ね、大量に飲んだ結果、胃が、圧迫されて、大量に入ったことにより、もう腹痛が恐ろしくなってですね。で、もう立っていられなくなって、でも横になったんですけど、もうそこでもう、もうブワーっと出ちゃって。で、その後も、もう腹痛が続き、横になってでもずーっとうわーって感じで、ずーっと悶絶してて、で、そうですね、どれぐらいだったんだろうな。30分ぐらいひたすら悶絶してたんですよ。うん。で、もうね、で、結局、まあ、横になって、ようやく、なんか、治ったんかな、っていう感じ。で、もう、そのままもう気分が悪くて、もう寝ちゃったんですよね。もう何時間寝たんだろうな。2、3時間ぐらい寝ちゃったんですよね。ふぅ。今はもう大丈夫なんですけど、先ほど、ちょっと、おしっこ行ったんですが、やはり、はい。皆さん、お分かりの通り、激辛の、食ってる方、お分かりの通り、尿道が、ヒリヒリします。うん。本当に辛いもの食った後は、尿にも、カプサイシンが含まれてて、で、今尿道の方が非常にヒリヒリするっていう状態。あとは、下痢には、まだなってないですね。下痢はまだ大丈夫です。下痢はまだなってないんで。まあ、とりあえず、うん。まあ、これかなり勉強になりましたね。うん。自分としては。うん。なので、やはり、牛乳、というのは非常に大切だと。あと、やっぱ氷。食い終わった後に牛乳がなくなったら氷。です。で、あんまりもう飲みすぎないことですよね。やはり。飲みすぎるとやっぱり胃がに満たされるわけですから、そうなったら吐くんですよ。うん。胃の容量が、ね、中に、ね、少なかったら吐くっていうのは多分ない、あんまりないと思うんで。うん。ということで、訂正ということでね、今はちょっと録画。今さっき起きてしました。はい。ということで、ご視聴ありがとうございました。